はい、こんにちは。今回は100以上の KO 勝利を量産した強打のボクサーを紹介いたします。アーチムーアの KO 数は129、131、または141と言われておりますが、いずれにせよ絶対に破られない記録でしょう。また試合数も219と桁外れに多いですね。ライトヘビー級だったムーアはヘビー級のロッキー・マルシアノやパターソン、アリには惨敗しております。ムーアのボクシングスタイルは硬いクロスアームディフェンスを用い、破壊的な左右強打で相手を叩き潰すスタイルです。ガードの硬さはアルマジロスタイルとも呼ばれておりました。ちなみにブランクから復帰したジョージ・フォアマンにクロスアームディフェンスを教えたのはこのアーチ・ムーアなのです。このような硬い防御と破壊力のある攻撃で長年にわたって戦い、KO を量産したのです。硬いガードと強打で KO を量産したアーチムーアでしたが、ライトヘビー級王者になった頃は滑らかなボディーワークを使って中間距離で戦い、相手のパンチを見切ってカウンターなどで相手を倒すボクシングスタイルでした。ムーアの試合で最も有名な試合は世界ライトヘビー級王座7度目の防衛戦でイボン・デュレルとの試合です。王者ムーアは初回いきなりデュレルの右を受けて痛烈なダウンを喫しました。ムーアはなんとか起き上がりましたが、ダメージは大きく足に来ており、めった打ちに遭い、続けてダウンを奪われました。その後もムーアはたびたび猛攻撃を食らい、第5ラウンドもダウンを喫しました。敗色濃厚なムーアはさらに猛攻に遭いますが、ガードを固めて必死に耐え、反撃のチャンスをうかがい、第7ラウンドについに反撃に転じ、右の打ち下ろしから畳みかけダウンを奪い返しました。そこから一進一退の攻防になりましたが、第10ラウンドにムーアが打ち勝ち、またもやダウンを奪い返しました。続く第11ラウンド、ムーアはパンチを見切って右カウンターをヒットさせ、連打で決定的なダウンを奪い、起き上がったタフなデュレルに連打を浴びせ、この死闘に終止符を打ちました。元フェザー級王者のサンディ・サドラーは、歴代フェザー級で最強と評価されているウィリー・ペップと4度対戦しております。3度目の対戦ではサドラーが度重なるホールディングでペップは肩を脱臼し、8ラウンド終了時に棄権いたしました。サドラーはペップとの4度目の対戦でもダーティーファイトに終始します。サドラーは名王者と評価されているペップに3勝1敗と勝ち越しているのですが、反則が多すぎたため、歴史的評価ではサドラーはペップより低い評価をされているのです。9ラウンドに揉み合っている最中に、サドラーはなんとペップの目にグローブを押し当てて、ペップは目を負傷し、またもや棄権する羽目となりました。しかしサドラーは多彩な左パンチを生かした攻撃力や異常な卓越さ、そして103のKO 勝利を積み重ねた王者として近年再評価がされております。サドラーは反則で減点されても最後に KO で倒しきればいいのだという信念を持っていたのですが、よほど相手を KO することに自信があったのでしょう。サム・ラングフォードは身長171センチで、元来はライト級の選手ながら階級不問で戦いました。スタンリー・ケッチェルやジャック・ジョンソンなど8人の世界王座経験者を含む多くの強豪ボクサーと戦ったことや、大きな相手であろうと誰とでも戦う怖いもの知らずのキャラクターから絶大な人気を得ました。世界ヘビー級王者ジャック・ジョンソンはラングフォードのスピードと強打に苦しめられたので、その後二度とラングフォードと対戦しようとしなかったのですが、あのジャック・デンプシーさえも対戦を避けたほどこの小さな巨人は強かったのです。1940年代に現代のボクシング技術と比べても遜色のないリズミカルなフットワークや芸術的なコンビネーションを使ったシュガー・レイ・ロビンソンは全階級を通じて史上最高のボクサーと言われております。攻防一体のロビンソンのボクシングはスピードはもちろん躍動感があり、最も華麗で美しいボクサーと認められ、多くの人が酔いしれました。1957年5月に世界ミドル級王者ジーン・フルマーと戦った時に、抜群のタイミングで放った左フックは芸術的で史上最高の左フックと言われました。全階級を通じて史上最高のボクサーと言われているシュガー・レイ・ロビンソンは、ジェイク・ラモッタが持つ世界ミドル級王座に挑戦しました。スタイリッシュで華麗なボクシングスタイルのロビンソンとブルファイターのラモッタはライバル同士で、この一戦は6度目の対決となりましたが、映画のレイジングブルに描かれた通りの大激闘となりました。当時ロビンソンは121勝1敗の戦績を誇っており、この1敗はラモッタに負けた1敗なのですが、6度目の対決ではロビンソンが終始連打をヒットさせましたが、史上最もタフで強靭な肉体を持つラモッタを耐え続け、第11ラウンドにチャンスをつかみ、猛攻撃を敢行しました。しかしロビンソンはラモッタの猛攻をしのぎ、その後パワフルな連打を一方的に打ちまくり、ラモッタは深いダメージを負い、いつ倒れてもおかしくない状態が続きますが、タフなレイジングブルは倒れないのでした。そして迎えた第13ラウンド、打たれすぎて意識が朦朧となったラモッタを救うべく、ついにレフリーが死闘に終止符を打ちました。